一強運動で大切なのは下半身の力を上体に伝えることです。体全体を使い安定した姿勢で行うことが重要です。上から下へ弧を描くように切り下ろしますが、その際手刀である程度下に導いて相手の肘を回してから手首をつかみます。切り下ろしたら力を緩めます。互いに呼吸を合わせながら切り下ろしの感覚を養いましょう。原来远一点好办，根本看不到。要说错了。你要一标好。正面打，正面打。不要背部向对方。正面打坐好。
快点。不要抓，不要抓。